厚木さんはあれ村田選手長治投手とはなんていうか会ったこととかでなんか出会ったことは あるの？あの球場でお見かけしたことぐらいですかね。あ、評論家時代。あ、そうです、解説をされていた時いたかと思うんですけど。あ、そうですか、はい、なんか小林信也さんはフォークボールを受けたらしいので、あとでその話をゆっくり聞かせていただきましょう。はい、すごいですね。でもすごいですね、受けたって聞いただけで私もほとんど尊敬してますけれどもありがとう、と言いながら私の自慢話をすると、私は村田兆治さんの投げた球の時、バッターボックスに立ったことがあるという、お二人とも野球されてるじゃないですか一緒に。いやいや、してません。ど真ん中のストライクを逃げました。逃げましたか。見えました、怖くって。あ、球速とか威力がすごくてですか。いや違うの、あれ小林さんなんか知ってわけた、あの投げた瞬間にあの指切る音、あれが聞こえるとペシッって言ったんですよね。でピシッって言った後、あと次に風切る音ですよね、シューンっていう。それでうわっと迫ってきたので思わず逃げたらど真ん中のストライクだったけど、あんなに真面目に投げられるとは思わなかったですけど、まあ真面目な方だったですね。というところで小林さんはちょっとだけ漏らしていただきますと、フォークボールいかがでした？いや、全部ショートバウンドなんですよね、ワンバウンドなんですよ。おお、さすが当たらなかった。いや、それでほらスタジオで番組の収録なので、はい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 、マスクもしてなければ、おっと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 してないわけですよ。ちょっと待ってくださいよ、高級ですよね、もちろん南極で、高級です、はい、僕はミット持ってるだけで、いやもうさすがにね、村さんちょっとショートバウンドはやめてくださいって言ったら、はい、オークボールはこういうもんだって言って素晴らしい素晴らしい。やっぱりそうだったですか。ちょうど94年だと思うので、引退されて4年目ぐらいですか。あ、まだね、バリバリ140投げるとかって、そういう話題になっていた頃で、ね、まあでもな、すごい方が本当に亡くなってしまったという感じはしますけれども。ではニュース1本目は竹丸山さんのイラストとともに、玉木さんよろしくお願いいたします。はい、竹さんいつも、まあ、楽しいと言えないけれどもね、今回の話題は。でも村田兆治さんの絵なかなか、素晴らしいのは、冒頭の日本記録が、出ているというね、うん、やっぱりさすが冒頭の記録を持ってるのが村田投手だったっていうのは、分かるような気しますね、小林さん。そうですね、これどうもあれ袴田捕手の話によると、はい、あのノーサインで投げてたっていうことなんですね。ね、あの直球とフォークしかないんだからっていうことで、私もそれちょっと聞いたことあるんですけど、私は聞いた瞬間に嘘だろうって言ったんですけれども、どうなんですか？いやでも袴田さんが言ってるんですから、受けてる人が言ってるんだからね。村田さんは目がちょっとあの視力があまり良くないのと、はい、自分のペースで投げたいからって言うとね分かるような気がするんですけども、ただ逆にあのまああの当時監督でもあった金田さん、ね、金田さん、はい、金田さんのノーサインっていうのは有名だったじゃないですか。まあ、それもね、あの本当かどうかなんて言ってる人もいますけれども、うん、でもまあ、あのキャッチャーの根頃さんが、ね、あのノーサインでやってたっていう、根頃が根頃だから取れたみたいな話をしてて、はい、僕はあの金田富弘さん、弟さん、はいはい、弟さんに、まああの結構一緒に過ごした時期があって、はい、あのそのことを聞いたんですよ。はいはい、だから金田さんが、富弘さんが一言、はい、兄貴の球をノーサインで取れるわけがないだろうってそれはものすごく正直な言葉だと思うな。はい、で金田正一さんがマウンドからサインを出していたと言ってました。はい、あ、なるほどね。自分でね、あのいろんな、まあ金田投手も、まあ、いろんな球は投げてませんからね。大きく曲げる、まあ、でもストレートとね、ドロップっていうか当時の、はい、のカーブ、大きなカーブ、はい、はい、
それの速球を聞いていたので、村瀬さんがノーサインじゃないんじゃないかと思ったけど、袴田さんがそう言ってんですから、はい、まあまあそうですね、それは正しいのかな。私は先ほどちらっと言いましたけれども、バッターボックスで立たせてもらったって話しましたけれども、その前に村田さんが手術して帰ってこられて調整している時にすごいものを見たんですよ。遠投、もうものすごかった。その鹿児島のキャンプなんですけれども、はじめに練習がみんな終わってから村田さんが遠投するんですね。そしたらホームプレートの横から投げ始めて、それで一塁ベースの横に最初立ってるんですね、相手が。それがだん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 遠くなっていくんですね、うん、だんだん遠くなっていって、最後にはライトポールに背中がつくぐらいのところで構えて、村田投手はそこにまっすぐの球を投げるんですね。でその間に2人人が入って2人経由して帰ってくるんですね。そうなんですね。あの遠投を見た時はね、これはすごいと思いましたね。それは要はその山なりではなくて、山なりではないです、ブシャーとまっすぐライトまで。あれなんでこんなことが投げられるんだろうって思ったことがありましたね。あれはそれで言うとですね、やはり金田智弘さんから聞いた話でね、はいはいはい、ピッチャーがどんなトレーニングをするかっていう中で、はい、まあ、正石さんとにかく走れ走れで有名でした、はい、そうでしたね、有名でしたね。もう一つは、はい、真上にボールを投げるという練習があると。何秒ボールを真上に、あ、真上にね、はい、はい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 、真上に投げるって、まあ、まさかりだと割とやりやすいかもしれないんですけど、はいはいはい、上半身、ね、真上に投げるって大変なんですよ。こう肩の使い方もだけど、体が本当に柔軟でないと。それは小林さんのようなサイドスローのピッチャーには無理ですか。いや、サイドスローだから割とやりやすいんだけど、あ、そうか、逆にやりやすい、大していきませんよ。なるほどね。そしたらその智弘さんもそれを、まあ、当時ロッテ投手陣が、はい、まあ、やらされたというかやってる時に、村田兆治さんは、東京ドームの天井にぶつかるらしい。うわったったった。すごい。すごいですね。すごい。なかなかそこまではいきません。こうやって智弘さんが言った話だから嘘じゃないと思うんですけどね。なかなかね、まあ、まさかり投法だったら体が真上に向く可能性もあるから、あのまま投げられたらいけるのかなとも思いますけれどもね、うん、村田投手のことでもう一つ覚えてるのは、私ちょっとインタビューさせてもらったことがありまして、 1時間ぐらいいろんなことを喋っていただいたんですけれども、その中で私が胸にさせていた万年筆を見られましてね、ああ万年筆使ってるのって言って、そりゃそうだよねって言われて、何のことかなと思ったら、ワープロじゃ気合入らないもんなって言われたんですよ。何と答えていいか分からなくなって、その当時私はワープロ使ってまして、万年筆はカッコつけでちょっと胸に入れてただけだったんですけども、やっぱり字は指に力を入れて書かないといけないもんねって言われたんですが、小林さんどう思われますでしょうか。いやー、まあ、村瀬さんらしいというか、僕がそれで思い出したのは、はい、僕はまあ引退してからだけど、やっぱ手術後どういうふうにね、はい、指とか肘とかをトレーニングしたかっていう時に、フォークボールを投げるのにもう挟めるものは何でも挟んだって、でスタジオでは一緒瓶を挟んで、挟んで持ち上げたね。これはね、まあ、いかにもパワーの人だなって感じではある。なるほどね。牛島選手がフォークボールを投げるのにどうやったか、対極的なんですよ。対極的、牛島から聞いたそれ、指ギューッと押し込まないと挟めないってやつでしょ。でもそうしてたら牛島選手は骨がカチッカチッと外に動くようになったって。広がってしまってね。はい、村さんはもういかにももう人生先発完投ってサイン書いてくださるんですけど、まっすぐですね、フォークといっても本当にまっすぐっていう、まあ、そういう方だったなって気がします。本当そうですね、まあ、先ほどの上に真上に投げるという話を聞いた時に、私思い出したのは江夏さんに聞きましたね。それ
あの夜寝るときに真上に投げてたそうですよ。あ、ね、あの 眠ってる格好で真上に投げて、投げた手にボールが戻ってくるんです。はいはいはい。で何度もそれをやってコントロールを身につけたという言い方されてましたね。でもなんかそういうなんか超人伝説のような話は山ほどありますね、プロ野球選手には。そうですね、最近の選手にはあるんですかね、どうなんでしょうね。どうなんでしょう、あの多分あると思います。私最近はあの取材をサボってますから分かりません。ただやっぱりあると信じたいと思いますけれど、厚木さんどうですか、はい、聞いたことないですか最近の選手の。あ、そうですね、でも最近私すごいなと思ったのが、あのソフトバンクホークスに柳田悠岐選手が、あのシーズン終わって、まあ、クライマックスシリーズのファイナルステージですね、はいはい、終わったその翌日に断食をし、すぐに来シーズンのためにバット工場へ行ったっていうのをインスタグラムで拝見して、あもう今シーズン終わったばっかりだけど柳田さんはもう来シーズンに向けて動き出してるんだって思ってすごくびっくりしたのを覚えております。なるほど、はい、ちょっと話の種類は違うと思いますが、それもすごいと思いますけれどもノーボーダースポーツでは話題のスポーツニュースをオプエド視点でお届けしております。この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。